ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。走れい走れい光太郎。どうした霊夢？だいぶご機嫌じゃないか。有馬記念の時期だからか？いいえ、箱根駅伝の時期だからね。紛らわしいわ。それは競馬の歌だぞ。ごめんごめん。今年は箱根駅伝でどんなドラマが繰り広げられたか気になるわ。正月の風物詩だからな。感動もそうだが、どんなハプニングが起きたかも注目だぜ。ハプニング？箱根駅伝でそんなに起きてるの？箱根駅伝も長い歴史があるからな。今まで数々の放送事故が起きてるぜ。よし、じゃあ今回は箱根駅伝の放送事故9選を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、1990年の第66回、箱根駅伝で起きた歴史的な珍事件だ。歴史に残るような珍事件って一体？それは箱根駅伝の象徴とも呼べるタスキをかけ忘れてスタートしてしまったという事件だ。箱根駅伝の命とも言える代物を？それは復路のスタートで起きた。亜細亜大学6区の田中広重さん当時1年が、約50メートル走ったところでタスキを忘れたことに気づき、結走を変えてスタート地点へ戻ったんだ。そりゃ驚くよね。一体どこにタスキを忘れたの？タスキは忘れないように、目立つ場所にと付き添いの先輩の首にかけていたようなんだ。見事に忘れてるんじゃん。誰も気づかなかったの？ああ、選手たちだけでなく、監督コーチ、駅伝スタッフまで誰もタスキ忘れに気づかなかったんだ。不思議だね。あって当然と思っていたのかな。それでタスキを忘れたレースの行方はどうなったの？約40秒のタイムロスを埋めるために、田中さんはかっ飛ばした。途中何人かランナーを抜いたが、足の痙攣が起きてしまったんだ。アクシデントに次ぐアクシデントね。結局区間順位は、15人中14位で終わったぜ。不完全燃焼だったろうね。そして亜細亜大学もその年の成績は最下位で終わったんだ。田中さんも責任を感じちゃったのかな？だがチーム内にタスキを忘れた田中さんを責める人はいなかったみたいだぜ。みんな気づかなかったわけだしね。箱根駅伝でタスキが繋がらないドラマは数多くあるが、タスキを忘れるハプニングは、この時だけだ。忘れられない珍事として人々の記憶に残っているだろうね。続いてもタスキに関わる放送事故だ。タスキを忘れた次は何が起きたのかしら？タスキじゃなくてバトンを持って走ってたとか？さすがにないだろ。それにこれは選手ではなく、テレビ側のミスで起きた事故だぜ。テレビ側って言うと、日本テレビね。何やらかしたの？2018年の第94回箱根駅伝放送の終盤、今大会のハイライト映像が放映されたんだ。2日間を締めくくる感動のフィナーレね。そうだ。だが、ハイライト映像とともにこのようなテロップが流れたんだ。母校の誇り、仲間との絆。ん？何かおかしいところある？おかしいのは次のテロップだ。どれどれ？すべてを胸の欅に込めて。あれ？欅？そうだ。まさかのタスキを、欅と書き間違えていたんだ。どんな間違いよ。欅って20メートルもある大木でしょ？そんなもの繋げるわけないじゃない。これは本当に謎のミスなんだ。第一にタスキと打った時、欅は変換候補には出てこないんだ。欅は欅と打たないと変換されないんだ。まさかの手書き入力だったりして。それかテロップを作った人が意図的に欅と打った可能性もあるぜ。なんでそんなことを？2017年は欅坂46がブレイクした年でもあるんだ。まさか箱根駅伝スタッフの中に、欅坂46のファンがいたっていうこと？可能性としてはありえるぜ。世間がどれだけ気づくかいたずらでやったってことも考えられるしな。ぱっと見、タスキと欅なんて区別つかないよね。欅坂46が人気出てなければ、誰も気づかなかったんじゃない？続いて紹介する放送事故は、アンパンマン号だ。アンパンマン号？ってアニメのアンパンマンの？そうだ。2018年の箱根駅伝に、アンパンマン号が映ったんだ。どんな状況なの？見た方が早いな。これがその写真だ。アンパンマン号じゃん。なんだろ？日テレだから登場させたのかな？いや、一般人が改造した車だ。このアンパンマン号は選手と並走する形になったが、カメラに映ると視聴者を釘付けにしたぜ。そりゃこっちに目が行くよ。レースに集中できなくなるよ。結果、このアンパンマン号は整備不良ということで捕まったぜ。正義の味方が捕まっちゃダメでしょ。なんでこんなことしたの？危ない人？いや、運転していた男性は、茶化したりするつもりも、悪意も全くありません。
箱根駅伝ファンの一人として、選手の皆さんに頑張ってほしいと思っています。と釈明しているぜ。だったら陰で応援してあげなよ。選手より注目浴びちゃってるじゃん。続いてもアニメキャラの登場だ。あれ？これってドラゴンボールのフリーザじゃん。そうだ。フリーザの格好をしたコスプレ集団が2011年から、袋七区、二宮の押し切り坂に毎年出現しているんだ。そして毎年流行りのダンスを披露しているんだぜ。この人たち何者なの？地元のサラリーマンだ。今や箱根駅伝名物であり、フリーザ見たさに遠方から駆けつけるファンもいるほどなんだぜ。すごいじゃん。けど、ものすごく寒そうな格好だよね。衣装のタイプは極薄だから超寒いらしい。ちなみに日テレカメラマンは、何としても映したくないらしく四苦八苦してるんだぜ。ドラゴンボールはフジテレビっていうのも関係してるのかな？それこそアンパンマンのコスプレでもすればいいのに。続いて紹介するのは、2011年に起きたコース間違い事件だ。選手がコースを間違えたってこと？そんなことある？それをやらかしたのは、國學院大の1年生のアンカー、寺田夏夫さんだ。11位でタスキを受け取った寺田さんは、シード獲得を目指して疾走していたんだ。確か10位までに入った大学は、シード校として次回の箱根駅伝の出場権を取得できるのよね？そうだ。寺田さんの力走のおかげで、8位集団に追いついた。8位集団4名によってシード入りの3枠を争う熾烈な戦いとなったんだ。見てる方も手に汗握るわね。だがこの後に寺田選手がとんでもないことをしでかしてしまうんだ。寺田選手はゴールまで200メートル地点でラストスパートをかけて、トップに躍り出たんだ。おお、やったー。そのまま行けー。ところがだ、前を走っていた中継車がゴールを避けるために右にそれたんだ。それにつられて寺田選手もコースと逆に走ってしまったんだ。あちゃー、早く誰か教えなきゃ。もちろん周りの人も必死に知らせようとしたが、寺田選手は気づかない。無我夢中だもんね。そこで本人が周囲から人の気配がなくなったことに気がついて、やっとコースを間違えていることに気がついたんだ。他の選手はもうゴールしちゃってたの？いや、ロスした距離はおよそ30メートルで、順位は11位まで後退していた。やばいじゃん。シード権を逃しちゃう。そこから猛スパートをかけて、最後は3秒差で10位に入り込み、シード権を獲得したぜ。よかったねー。けど本人は相当焦っただろうね。本人曰く、人生で一番焦ったそうだ。この一件以来、寺田選手はコースを間違えた男として一躍有名になった。そして翌年の第88回大会では、山登りの5区で、4人抜きを演じる大活躍をしたぜ。間違えた男で終わらなくてよかったね。また、寺田さんが間違った交差点は、寺田交差点と呼ばれるようになったんだ。名前まで、それほど箱根駅伝の歴史に残る珍事だったのね。続いてもコース間違いの放送事故だ。ただこれは選手全員がコースを間違えたんだ。全員？なんでそんなことに？それは1990年の66回大会のことだ。一区の玉川を越えた先で、中継車、白バイがコースをそれて側道に入ったんだ。それを、トップを走っていた日大の谷川義秀選手が追走し、後を続く選手も続々と誤ったコースへ入っていったんだ。そういう場合ってどうなるの？普通なら正しい道に戻らないと失格となる。ただこの場合全員だから皆同条件とみなされ、順位も記録も残ってるぜ。全員失格とかにならなくてよかったね。けど正規ルートを外れるってことは、規制とかない道路を走ったんでしょ。そうだ。普通に車が走ってたらしいぜ。事故とか起きなくてよかったね。次はちょっと怖い放送事故だ。それは1987年の第63回で起きた。トップの順天堂大学がアンカー工藤選手にタスキをつなぎ、首位を快走していた。順天堂大学は前年度も優勝しているから、大事な連覇のかかる場面だったんだぜ。連覇まで追うてね。そのまま行けるかしら？ところがどっこい。この後とんでもない、前代未聞のハプニングに見舞われてしまうんだ。突如、サングラスにジーパン男が沿道から飛び出し、会場に走っていた工藤選手に並びかけたんだ。怖っ。警備の人は？もちろん止めに入った。だが、制止を振り切り、なんと工藤選手に足をかけて転倒させてしまったんだ。工藤選手は大丈夫なの？右肘から出血して負傷し、関係車両にも危うく惹かれるところだったぜ。この時、工藤選手は頭に来て仕返ししようと思ったらしい。そりゃそうだよ。もしかしてこの後大乱闘が？いや、監督から大丈夫かと声をかけられて冷静さを取り戻したようだ。
その後は区間4位の力走でチームの連覇に貢献したぜ。よかったね。そんなんで逆転されたらたまったもんじゃないよね。そのグラサン男は何者なの？20歳の専門学校生だったらしい。邪魔する気はなかったらしく、興奮して目立ちたくて並走したらしいな。十分邪魔してるじゃん。選手に怪我までさせといて。けど大事に至らなくてよかったよ。同じように2010年の第86回大会でも転倒事件が起きているぜ。6区を走っていた中央大学の山下選手が、沿道からコースにはみ出した観客の持っていた手旗を避けようとして、転倒するというアクシデントが発生したんだ。危ないねー。応援する側も熱くなりすぎて周りが見えなくなっちゃってるね。マラソン選手は急に止まれないから気をつけなきゃ。山下選手は幸いにも綺麗に回転したから、すぐに起き上がって走り出せた。だが、一つ間違えればそこでエンドと思えたほど激しい転倒だったんだぜ。順位に影響はなかったの？タイムは少しロスしたが、区間2位で走り抜けたぜ。だが、左足の底がベロッと剥がれ、ゴールした時は、靴の中が血だらけだったみたいだ。痛い、痛い、痛い、よく耐えれたね。すごい精神力だ。最後に紹介するのも転倒のアクシデントだ。2011年の第87回大会で、6区を走った早稲田大学の高野選手は、2位でタスキを受けて、9キロ付近で先頭を捉えたんだ。そのまま1位に躍り出るか？しかし、この後の給水でトラブルに見舞われるんだ。給水しようとして早稲田大学の給水係とぶつかってしまったんだ。ああ、いいところで。けど同じ大学の人でよかったね。違う大学だったら妨害問題だよ。だがそんなトラブルにも負けず、再びトップに並んだんだ。よし、次こそトップね。ところがまたハプニングに見舞われるんだ。また？今度は何？今度は凍結した道路に足を取られて転倒してしまったんだ。なんと、もう次こそダメだ。いや、まだだ。それでも野球のスライディングのごとく、すぐに立ち上がり、ロスなく切り抜けたんだ。そしてついにトップに躍り出てそのままトップでタスキを繋いだんだ。素晴らしい。七転び八起きだね。全然違うと思うが、何はともあれ早稲田大学の総合優勝に貢献したのは間違いないな。以上、箱根駅伝の放送事故9選を紹介したぜ。感動のドラマの陰に数々の放送事故があったんだね。100年の歴史があるし、200キロ以上の長距離の駅伝だからな。何か起こるのは当然だよな。それによって順位にも影響が出たわけだしね。案外放送事故といえるハプニングが、感動の隠し味になってるのかもね。お、たまにはいいこと言うじゃないか。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。